お世話になっております、マサルです。今回はメールヘッダの構造について一緒に勉強していきましょう。今回学ぶ内容です。まず SMTP についてお話しします。その後にエンベロープアドレスとヘッダーアドレスについてお話しします。それでは始めていきましょう。 SMTP シンプルメールトランスファープロトコルは電子メールを送信するためのプロトコルで、TCP25 番を利用します。前回勉強したメールの流れで言うと、クライアントが送信側のメールサーバーにメールを送信したり、送信側のメールサーバーが受信側のメールサーバーに対してメールを送信するときに SMTP を利用しています。 SMTP はメールヘッダの情報を見てメールを配送します。メールはヘッダ部とデータ部に分かれています。ヘッダ部には制御情報が様々格納されています。代表的なメールヘッダはこちらに書いておきました。特に知っておきたいのは To です。 To で定義されているエンベロープアドレスによってメールの配送先が決まります。先ほどメールのヘッダ部に含まれるエンベロープアドレスによってメールの配送先が決まるとお伝えしましたが、ここで注意しておきたいのは、メールにはエンベロープアドレスとヘッダアドレスが存在するということです。エンベロープアドレスは郵便でいう封筒に記載している情報です。メールの配送で参照されるのはこのエンベロープアドレスの情報です。一方、ヘッダアドレスというのは郵便でいう便箋に書かれている情報です。この情報はただのテキストデータの情報であり、配送自体には影響しません。ただユーザーがメールソフトを使ってメールを見たときには、ここに記載されているヘッダアドレスの情報が表示されます。なのでユーザーからするとヘッダフロムに書いている情報が差出人だと思ってしまいます。しかしヘッダフロムの情報は送信者が自由に設定することができる情報なので、本当の送信者の情報が書かれているとは限りません。エンベロープアドレスとヘッダアドレスの情報は一致させる必要がありません。例えば攻撃者はヘッダフロムの情報を書き換えることで成りすましを行い、フィッシングメールなどを送ってくることが多いため注意が必要です。以上、今回はメールヘッダの構造について一緒に勉強しました。最後に少しだけお知らせです。皆さんの応援のおかげで本動画シリーズが書籍になります。発売日は2023年9月26日、全国書店にて発売します。通信販売、電子書籍での発売もあります。詳しくは概要欄をご覧ください。今回はエンベロープアドレスとヘッダアドレスについてのお話をしました。この情報を偽装することで攻撃者は成りすましメールを送ってくることがあります。例えばこれは私に届いた成りすましの迷惑メールです。メールソフトで見ることができるフロムの情報はヘッダアドレスのフロムの情報です。詳細ヘッダで情報を詳しく見てみると、ヘッダフロムのアドレスはこちらの情報であることが分かりました。そしてエンベロープアドレスも同じように詳細ヘッダから確認します。するとエンベロープアドレスはこのようなアドレスになっていました。ヘッダアドレスのフロムの情報とエンベロープアドレスのフロムの情報が違うことが分かりますね。なお、エンベロープの情報自体は SMTP サーバーで破棄されるんですが、エンベロープフロムの情報はメールヘッダーのリターンパスに記載されることになるので、こちらを見ればエンベロープフロムの情報を見ることができます。エンベロープアドレスとヘッダアドレスの違いをしっかり覚えておきましょう。